皆さん写真ライフ楽しんでますか？例えば旅行に行くとします。その時に写真撮りたいな、カメラ買おうかなって思った時に、じゃあどういうカメラがおすすめなのかっていうところのお話、今回していきたいなというふうに思っております。例えば私自身がカメラ初心者として旅行に持っていくなら、私自身はどういうカメラをおすすめするかっていうところのですね、お話ししたいと思ってます。よかったら参考にしてみていただけたらと思っております。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話ししてますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい、それではですね、旅行に行くときに、このカメラいいんじゃないのっていうところのおすすめのカメラっていうところをメーカー別でね、ご紹介をしていきたいと思ってます。カメラっていろんなメーカーあって、好みにね分かれるかと思いますので、各メーカーでこういったカメラ旅行に持っていくのいいんじゃないの、カメラ初心者の方にはこういうカメラおすすめなんじゃないのっていうところで、ご紹介をしていきたいと思ってます。自分が初心者で旅行に行くならどういうカメラを私自身はおすすめするのかっていうところのメーカー別で、そこの観点でお話ししていきたいなというふうに思いますので、必ずしも見てる方全員にこれが当てはまるわけではないんですけども、よかったら参考にしてみてください。はい、じゃあまずですね、ソニーからなんですけども、例えばですね ZV-E10 というカメラがあります。これがね、結構ねいいかなというふうに思いますね。例えば旅行先で動画を撮ります、写真も撮りますっていう方は、このカメラねすごくいいんじゃないでしょうか。価格もねかなり抑えめで8万円ぐらいで今買えるんですよ。8万円切るぐらいでもしかしたら買えるかと思うんですけれども、ボディだけですね。でかなりですね、安くで手に入るカメラなのに、性能はですねまだまだ十分いけるカメラになっておりますので、これ結構お買い得なんじゃないかなっていうふうに思います。今ってですねスマホで写真を撮ることが多いかと思うんですけども、スマホと同じ感覚で画面を見ながら写真を撮るっていう方にはうってつけですね。ファインダーを見ながら写真を撮りたいよって方はまた別のカメラになってくると思うんですけども、ファインダーがないんでですね、この ZV-E10 ってファインダーがないので、ファインダーをですね覗きたい方には別のカメラをおすすめするんですけども、だいたいですねモニターで行くよっていう方はこのカメラはすごく十分なんじゃないかなっていうふうに思います。動画を撮るときね、音声も綺麗に残すこと、専用のねマイクついてたりとか、ウィンドジャマーというですね、こう風切り音を防止してくれるものがついてたりとかですね、屋外で撮影するときでもクリアな音声撮りやすいですし、もちろん写真もですねしっかりしたもの撮れますので、必要十分な性能を加えながらですね、コンパクト軽いっていうところがすごく、ポイントとして高いんじゃないかなっていうふうに思います。特にねやっぱりね旅行に行くときって APS-C サイズぐらいのカメラが結構ね私的には初心者の方にはおすすめかなっていうふうに思いますので、フルサイズだとどうしてもね大きくて重くてちょっとね持ち出すのがめんどくさくなってしまいがちになってしまいますので、私の場合ね、そういうところもあったので昔ですね。なのでそういった私がですね初心者だったらこういうねコンパクトなカメラをおすすめするかなっていうふうに思います。その中で必要十分な性能も備わっているので、その点でですね ZV-E10 っていうのはですね結構おすすめなんじゃないかなっていうふうに思います。でファインダーを覗きたいよって方はですね α6400 の方をおすすめするかなっていうふうに思います。でこの α6400 ももう性能としては ZV-E10 とほぼ変わんないんですけども、私もねこれ実際に持ってるんですけども、これはねやっぱりねすごく APS-C のカメラとして使いやすいですし、コンパクトで、価格もね10万円とか、キャッシュバック入れると10万切るぐらいのですね価格で買えたりするので、そんなに高くなくですね、ちょっとね 2万ぐらいですねプラスするとこのファインダーがついてくるっていう形で、知っていただければいいんじゃないかなっていうふうに思いますので、この2つがソニーの場合はおすすめかなっていうふうに思いますね。もしフルサイズがいいよっていう方は α7C とかがですね、16万とか15万ぐらいで、確かキャッシュバックも入れて購入できるので、その辺もね結構価格抑えめで購入してコンパクトで持ち運びしやすくて、フルサイズっていうところで選んでもいいんじゃないかなっていうふうに思います。さすがに α7C2 だと26万とかになってくるので価格高いですし、α6700 も20万してくるので、なかなかね最初この値段を出すのって厳しいかと思うので、10万円ぐらいのところで、抑えるとしたらこの辺の ZV-E10 とか α6400 とか、ちょっとだけですね、お金を足してフルサイズで、α7C あたりかなっていうふうに思っております。
はい、続いてニコンなんですけども、ニコンの場合は、ですね、コンパクト、まあ、先ほどの ZV-10 と同じようにファインダーがないんですけども、まあ、価格が安いという面と、まあ、性能的にも十分なものを備えているっていうところで Z30 っていうものがあります。まあ、ファインダーがないのが、まあ、一つの欠点ではあるんですけども、写真を撮る分にはですね、まあ、そんなに問題ないですし、まあ、動画がですね長く撮影できるとか、まあ、動画もね撮りたいよって方はこの辺おすすめになってます。でファインダーが欲しいよって方はですね、あんまり価格が変わらずに Z50 というですねカメラを購入することができるので、この辺の2つが、まあ、価格抑えめでニコンで欲しいよって方はおすすめになっておりますね。まあ、写真を撮る上では十分な性能を備えてますし、あの動画を撮る上でもですね、まあ、4K の 30p まで撮れますので、まあ、十分かなっていうふうに思います。ただ、ログで撮りたいとか HLG で撮りたい場合っていうのはこのカメラの場合、まあ、ソニーのですね ZV-E10 とか α6400 とかですね、こっちではこういったログとか HLG の撮影が動画で可能なんですけども、ニコンの場合はですね、まあ、こういったところができないので、取っ手出しのですね動画でいいよって方は Z30 とか Z50 っていうのはすごくおすすめかなっていうふうに思います。で特にですねファインダーの覗いた感じっていうのはですね、まあ、ソニーのカメラと比べて圧倒的に良かったりとか、モニターのですね見え具合っていうのもですね、この辺も Z30 とか Z50 の方が私的にはすごくこっちの方がですね見え方っていうのはですねはるかにいいので、その辺でもですね道具の使いやすさという点ではですね Z30 とか Z50 の方がおすすめなんですけども、動画機能の違いとして、まあ、ソニーを選ぶのか写真だけしか撮らないよって方はですねこっちの Z30 とか Z50 を選んでいただくっていうのも一つの方法かなっていうふうに思います。で例えば、まあ、ちょっとだけ値段が上がってもいい 2,3 万ぐらい上がってもいいからおしゃれなカメラが欲しいよっていう方ですね、この場合は ZFC というですねカメラがあるので、まあ、その辺を選んでいただいてもすごくいいんじゃないかなというふうに思います。ただ初心者の方には若干操作が難しいかなっていう面もあるので、まあそうですね、自分が初心者の時にこの ZFC をお勧めするかというとちょっと難しい面はあるかと思うんですけども、操作のしにくさというか、ちょっとねレトロな感じが見た目としてはすごくね上がるんですけども、使いやすさという点ではねちょっとねあの使いづらさっていうのは初心者の時はあるのかなっていうふうに思います。まあ、使い慣れてる人だったらいいとは思うんですけども、逆にこうマニュアル操作をね学びたいという方にはですね絶好の、まあ、使い勝手だと思うんですけども、ちょっとね手軽に使いたいよって方にはですね、まあ、操作がちょっとね難しい面はあるかなっていうふうに思います。でもしニコンでフルサイズが欲しいよって方は Z5 か Z6 あたりぐらいですかねをおすすめするかなってところですね。まあ、14、5万ぐらいで購入することができるので、15、6万ぐらいで購入することができるので、プラス5、6万ぐらい出すと、まあ、フルサイズを選ぶことができるかなってところで、まあ、この辺の Z5、Z6 っていうのがおすすめになってきております。例えばですね、Z6II とか ZF になってくると26万ぐらいになってきますし、26、7万ぐらいかなってくるので、まあ、20万超えるとなかなかね、きつくなってくるので、まあ、レンズもね選ばなきゃいけないっていうところもあるのでなかなか難しいと思うので、まあ、10万円ちょっとね超えるぐらいだったらフルサイズとして、まあ、その辺の Z5 とか Z6 の初期型っていうのはすごくおすすめなんじゃないかなっていうふうに思います。はい、続いてですねキャノンなんですけれども、キャノンで言うと R10 とか R50 っていうところがやっぱりね、まあ、おすすめとしては上がってくるかなっていうふうに思いますね。人気高いですし、まあ、AF もねすごくしっかりしてますし、まあ、人気のカメラっていうところもありますので、この辺の2つのカメラっていうところですね。フルサイズで言うとさすがにね R6 とか高くてなかなか難しいと思うので、 R 何でしたっけ、7とか8でしたっけのあたりの、まあでもね RP とかが10万円ちょっとぐらいで買えるので、もしねフルサイズ欲しいよって方はですね EOS RP っていうのも一つの選択肢としてありなんじゃないかなっていうふうに思いますね。10万円ちょっとぐらいで買えるのでですね、フルサイズとして、まあでもレンズがねまあまあ高いのでなかなかね手に入れるの難しいですし、まあ、その辺考えても R10 とか R50 っていうのは、まあ、今後ねシグマのレンズっていうのも揃ってきて格安のねレンズが揃ってくるので、まあ、その辺でも選んでもすごくいいんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあ、個人的にはですねコンパクトな、まあ、レンズもね安くで揃ってきそうな R10 とか R50 っていうのがおすすめになってきております。
で、あとね、富士フイルムで言うと、富士フイルムね、今のところ20万超えるカメラばっかりなんですよね。なので、まあ、もし富士フイルムでおすすめするとすると、XS10 とかですね、この辺だったら、でもね、結構するんですよね、14、15万ぐらいするのかな、ボディだけで。結構ね、高いんですよね。価格上がっちゃってね、なかなかね、高くて、うん、ま、すごくね、あの富士フイルムっていうのはいいカメラなんですよね。まあ、動画機能も高いですし、 XS10 ってボディ内テブレ補正が入って、まあ、これくらいの価格で買えるので、まあ、かなりねおすすめ度も高いんですけども、まあ、色味とかもですね、フィルムシミュレーションとかね、独特のね写真を撮ることもできるので、まあ、取っ手出しでおしゃれな写真を撮れやすいっていうところもあるんですけども、価格がねちょっと高めなので、まあ、ここまでのメーカーの中ではねちょっとね価格が抑えきれないっていうところがあって、まあ、もしね出せる、まあお金をね出せるっていう人だったらいいのかなっていうふうに思いますけどね。なかなかね富士フイルムのカメラって高いんですよ。でなかなかね10万円前後のカメラって難しいんですよね、富士フイルムで言うと。なので、まあ、価格の面でですね、まあ、もし折り合いがつくならこの辺選んでいただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、あとはですね、まあ、人気のですね、あの GR3 っていうですね、まあ、カメラもありますので、まあ、この辺だとレンズの付け替えしなくていいので、まあね、おすすめ度も高かったりもしますし、まあ、手軽にね撮りたいよって方は、まあ、すごくねこの辺 GR3 とか人気の高いカメラにもなってますので、まあ、なかなかね購入するのも難しいカメラでもあるので、なかなかねないんですよ。まあ、物がないっていうところで購入しづらいところもあるので、おすすめ度としては結構ね低めにはなってくるんですけども、もし手に入れることができるんだったらですね、結構ありかなっていうふうに思ってるカメラになっております。はい、というところで、まあ、この辺のカメラあたりが、まあ、私個人的にはおすすめするかなっていうふうに思いますね。まあ、もちろんマイクロフォーサーズという選択肢もありますし、例えばルミックスがあったりとか、あの OM システムがあったりとかですね、まあ、他のメーカーがあったりってすることがあると思うんですけども、私個人がカメラ初心者だったとして、私がその自分におすすめする、カメラ初心者の時の自分におすすめするなら、このあたりのカメラをとりあえず最初の頃はおすすめするかなっていうふうに思ってます。なのでこれからねちょっと旅行に出かけていろいろ写真撮りたいなって思ってる方は、この辺のカメラも検討してみていただけたらいいんじゃないでしょうかね。例えば私も一番最初にカメラを買った時って APS-C のカメラを買ったんですけども、その後やっぱりフルサイズに乗り換えようと思ったので、フルサイズに乗り換えようと思った、将来的にこのフルサイズに乗り換えようと思うことを想定すると、まあニコン、ソニー、キャノンあたりがいいんじゃないかなっていうふうに思ってますね。まあ、でもこの辺はですね本当に好みになってくるかと思いますので、まあ旅行に持っていくのはこの辺のカメラがですね、まあ、おすすめかなっていうふうに思いますので、まあ、なるべくコンパクトで性能が高いものが欲しいと思いますし、まあ、価格ね抑えめで欲しいと思いますので、まあ、この辺のカメラがですね、まあ、旅行に持っていくにはすごくいいんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ、もし自分がカメラ初心者としていたとして、まあ、今の自分がそこにおすすめするとしたら、この辺のカメラをおすすめするかなっていうふうに思いますので、よかったらこの辺参考にしてみていただけたらと思っております。はい、というわけで今回の動画はここまでになっております。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。 I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of